タラモトヒロシのポッドキャストバカヤバい。矢沢さん、もう1年も終わりだよ。いや、気がつけば私ね、そんな感傷に浸ってる気分じゃないですよ。すいません、興奮してるんだ僕。ついに、はい、念願の、いやこれね、本当に僕小学校5年からね、あのプロレスを見てまして、で、まあ、昔はね、あの お金がなかったんで、立ち読みでシュープロとゴングをいつも立ち読みしてたんですよ。昔はね、立ち読みもできたからね。今はもう今できない、はほぼできない。そうなんですよ、30年ぐらい前は立ち読みできたんですよ、実は。だから小学生だったからずっと立ち読みしてて、そのね、週刊プロレスさんの、ね、選手名鑑についに岩原博之が乗りました。俺はまあデビューしたからね。いや、デビューしたんでしたって。いや、しましたけど、乗らないかどうか分かんないですけど、いらない。まあまあ、確かにデビューしても乗ってない人も、この世の中には。いますよね、多分ね、おそらく。いるんだろうな。分かんないですけどね。分かんないけど。いや、俺はね、湯沢さんが多分ね、思ってる50倍は喜んでるんですよ、僕、本当に。うん、プロレスラーになりたかったの、じゃあ、そもそも。芸人になりたかったの、どっちなんだよ。はっきり言いますけど、あの、なりたかったですけど、秒で諦めたんです。もうそれはもう昔はもう、180。何秒で？なんか秒って、秒で、秒では諦めないだろう。いやいやいや、マジで秒で諦めない。俺は、はい、湯沢さんとか身長高いから分ぐらいで諦めたから。いやいや、ちょっと思ったよ、中学ぐらいまで思ってたよ。あ、一瞬でもなんかきつそうだなと思ってね。でも僕ほんと小学校の時からずっと制服だったんですよ、だからもう夢、あ、当時はね、なおさらね、身長で、そうですよ、あの 100% 無理だと思ってたんで。でもまだ分かんないじゃん、中学になって伸びるかもしれないじゃん。ああ、まあそう、かすかな希望も。まあでもいきなりそんな180センチになるとは俺ちょっと夢にも思わなかったから。で芸人にし、そうです、変えたの。で、もう変えた、そうですね。でも芸人の僕、あ、ここは繋がってないんだ、別に。その夢のなりたいものの変遷というか、あ、繋がってるかもしれないけど、プロレスラーはマジですぐ諦めたんだ。ただ、100% 無理だと思ったんだ。なるほど。でも昨今のね、はい、プロレスラー事情も大幅に、田中が子供の頃と違い、はい、いや、そうなんですよ、いろんなちっちゃい人や面白い人や、そうなんですよ、練習してない人も、いや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 、落ち着かない、副業をしてる人も、はい、あ、まあそうですね、プロレスラーを、そうなんですよ、もう誰も正解わかんないからね。まあそうなんです、どうやったら乗れんですかみたいなね、うん、聞かれる立場になったけど。あ、まあそうですね。でこれはね、あ、今日もね、あれですよ、クラッシャーイノバとラインをやるとしてから、はい、もう見ましたよ、岩原の決め顔を来て。もうびっくりしてましたねって話が、はい、選んで選んだ人がみたいになったんだけど、まあ、俺別に選んでないからね。そうなんですよ、語弊があるとあれですけど、まあ、あんまり言われないけど。そうですよ、そうですよ、 あんまりそこ気にしてる人いないから、はい、悲しいんですけどね、はい、別に俺が編集長だから、うん、友達とか知り合い枠で入れたわけじゃん。そうなんです、だから逆に嬉しいですよ。だから本当に、まあね、静観してたんだ俺も。ああ、そうなんですね、うん、まあ、見た目が不良の事故みたいな、なんで入ったかよくわかんないけど、僕ね、本当にね、逆に怒ってますからね、僕、はっきり言いますけど。なんで、あの、いや、見た目が出て、俺はプロレスデビューしてるんですよ、辛い思いをして。そうですよ、あ、しかも逆に言うと、あいつもっと前から出てても、いやいや、何、あ、じゃあプロレスラーのプロの人と試合をしてれば、アマチュアではプロレスラーになるんですかって話になってきますよ、この来られてくると、本当に、うん、俺はね、コシカさんでもね、やってやりたいです、シングルが来たぞ、コシカさんと。これは難しい話じゃない。割と簡単にできそうな話だけど。やってやりますよ、コシカ。で、負けても来年で出られなくて。あ、そうです、それでいいぞ。こんなに。コシカ誠対岩原ひろゆき。でもあれ、コシカ誠じゃないぞ、見た目が国彦で。まあ。しかも、あいつ西口って書いてあったね。信じられない、なんだそれ。でもデビュー戦は、あれだって、どこをデビュー戦にするかってこの話してたじゃん。しましたね。あれだったよ、下町プロレスだった。あ、そうだ。あれ一応プロだからな。あ、なるほど。でもあれ別に俺2回ぐらい見た目が出てたから見たことあるけど。中曽さんもなんか言ったりした。うん、いや、納得いかないですよ。私これね、ちょっと。で、名前実家知り合いだからだよ。ああ。見た目が以下と言っちゃあれかもしれないけど。はい、
見た目がより実績がない人もきっと出てるよ。あ、まあ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 、それ手当たり次第やっていかなきゃいけない。なんでお前にそんなこと言われなきゃいけないんだってなんか。いやでもね、本当あのすみません、本当にちょっとあんま、あの重い話になっちゃいますけど、僕はね、やっぱしそのプロレスラーさんはすごいもんだと思ってたんで、ちょっと、うん、あのレベルが違うんですよ。僕の中ではこれね、たまたまなんです、まさかね、そうなんですよ、刀をね、出る年が、初めて出る年が、やっぱりこれもう、戦う運命にあるのかも、いや、でも本当そうだと思います、私、本当思いましたよ、でも見た目がだって去年出ててもおかしくなかったけど、まあ、ボタンもそうだけどね、まあまあ、これ逆にこれを機に、吉江恒夫もいいんじゃないかと思い始めてきた、そうなってきますよね、そうなるんですよ、だから、バイセン高いだって、すごいそうですね、そうなるじゃないですか。そうなっていいよ別に。いやいや、俺それダメとは言ってないよね。俺は潰します。俺は潰していきます。俺ね、まあ、俺選んではいなく、まあ、それは担当に任せてるんだけど、でも選ぶ、まあ、選ぼうとも選べるし、うん、ダメも言えるんだよ。そうですよね。立場的に。そう、それはもちろん。でもダメ、まあ、俺5年やってるから5回名鑑見てるけど、はい、一人だけだよ俺ダメって、ダメっていうか縁乗せない方がいいんじゃない、すげえ、一人いるんすね、ターザン山本あ、名前言ってくれるんです、ありがとうございます山本さんにも言ったもんですね、ああ、そうですね、どうします、いや、なんかターザン山本乗せない方がいいんじゃないの、なんとなくだけど、よかったじゃん、あ、ちょっとしかやったかった、その年ぐらい2年前ぐらいなんかやってたじゃん、そうか、そういうことか、まあ、まあでもそういう人乗ってくる、だって別にそんなこと言ったら蝶野正弘とか試合してないから乗ってたりするわけだ、まあ、まあ、あのクラスはね引退もしてないから、うん、もうね基準が難しいんだよ、まあ難しい、それはもちろんですね、いやそれこそ小猪木さんだって言ってね、小猪木さんベストボディジャパンも乗ってたよね、だってね、あ、乗ってました、はい、あれ、あ、ほ、あ、そうか、だから乗って団体枠じゃない、いや団体枠だって、いや小猪木さん乗ってないけど、まあそうです、ただ正直言えば田谷さんはマジでプロレスラーと思うけどな、正直マジでプロレスラーだってバトラーですよ、すごくないですか、デビュー戦とかしてんだから、ね、やっぱりデビュー戦、まあ、そう言ったらな、うん、まあ、そう、あと団体の申告もあるよ、あれって、ああそうなんですか、まあ、そうなんです、うん、多分僕まさにそうなんです、でも運営は分かるけどな、見た目が若干謎なんで、ね、だから追加されてたんで、あ、追加で、追加っていうか、できっとトリプル6の時に撮ってんだけど、でもそんなこと言ったら去年とかも撮ってるって撮られてるとは言ってたんだけど、まあいろんなねタイミングもあるから、まあ、枠のね、はい、でも僕はトリプル6に乗り込むつもりではあります、本当にやらせろって見た目役にいくことやらせろってでも前に言われなきゃいけないからプロレスの砦みたいな、でも別に前に言われる筋合いはない気はするけど、かつて同じ初めて出たでですね、伊沢さん、うん、私もちろん喜んでるんですけど、うん、もっとさらに2つ嬉しいことがありまして、選手名鑑を読んでいたら、うん、なんとですね、伊沢さん多分ご存じないと思うんですけど、うん、僕の名前が 2人から分かってるんですよ、うん、好きな有名人とかそういうとこで、その通りでございます、2人ですよ、吉井恒夫は毎年いるんだよ、はい、吉井恒夫は知ってんだよ、はい、ああ、はい、誰だっけな、田村、あ、そうそう、田村さんです、坂口幸男が前を挙げてた、なんかでも減ったんだよ、音量さんだったかな、なんかバッテンはやめたんだよ、あ、そうそうそう、その話を吉井さん昨日聞きましたよえ、誰なんて書いてあった、宮原検討中、じゃあ誰だと思いますよ、田本博、田本博って書いてたの、田本宮原じゃないでしょ、田本博を書きそうな人は、はい、プロレスラーでしょ、そうですよ、乗ってんすから、俺も知ってるプロレスラーでしょ、知ってます、あそこに出てる人も結構知らない人乗ってるから、うん、じゃあ絶対知ってますけど、宮原だいやいや、それは面白い、宮原が棚ぼたひろしって書いてるそれはめちゃめちゃ面白いですね、棚橋ひろしは乗って俺聞いたからな、何してな、もうちょっとやな、そこまでも守るじゃないな、そういうことでございます、でもまあ知らないレスラーではない、全然知ってます、むしろ伊沢さんがちょっと軽くなんだって言ったぐらいの人ですね、あとエナちゃんいつだエナちゃんいつだろエナジャイス、モリアじゃないの、しかもモリアさんすごいですよ、モリアさん好きな有名人に田中宏と高木ビンゴって書いてるんですよ、本当ですよ、高木ビンゴそんなに有名じゃないけど、いやだからすごい、高木ビンゴも書いてたんですか、高木ビンゴも出たんだ、はい、エナジャイス、そうですよ、まあまあ、もう一人の、あ、申し訳ます、そしたらね、もう言ったら分かるかもしれない、あ、そうなんだ、イワちゃんなんで、イワちゃんで書いてあります、あ、もう
友達みたいな。だからすごい絞られると思うんですけど。いわちゃんって、まあ、もう芸名みたいな。はい、芸名を隠してるんですから。ああ。もうだいぶ絞られちゃいますから。あったあった。武士。まあまあ、そうですね。いや、そうですから、交流はしてないんで、俺。あいつとはすごい古い付き合いですけど。神谷。あ、そう、ピンポンピンポーン。神谷書いてたんだ。神谷ちゃんと、岩ちゃんと。うんそれはなんか、コーチ枠とかで、コーチって質問がないからね。コーチに書いてあったら、それはそれでまた。いや、本当に嬉しいです。いや、でもやばいよ、それ。もう、神谷不安から。うん。なんで俺、岩ちゃんって。こじゃあ、もうなんか変なな、これ、あれじゃないのなんか変な噂が出てこない。ちゃんと言ってるわ。なったら嬉しいです、逆に。炎上してほしいですよ。やっぱり好きな選手のところは見るじゃん、はい、全員は見ないじゃん、まあそうですね、でも好きな選手いわ大きい団体の方がね、はい、それ見る人多いから、はい、もう多い岩谷じゃないや上谷選手は、はい、で岩ちゃんが来んじゃん、あのトレンド入んじゃんいやでもそうですね、ちょっと攻撃でもされたぐらいですよ本当に、まあ、でもあの書いてくれたんで、まあ、だから僕今回も3つデビューでした。自分で出て、はい、今までいなかったの？今年急に？今年急にです。エナジャリスム。はい、本当です。去年も知り合いでしょ？ああ、でも今年からですね。神谷は？まあ、神谷も今年からです。書いてある。本当に。なるほど。もうじゃあどっちも、はい、レスラーとしても、いやそうなんです、芸人としても本当に一気に。はい。これはもう喜ぶね。いや、本当に一人で興奮してるんですよ。だからはい、というわけで、はい、頑張っていきますので来年もよろしくお願いします、はい、それでは最後にポッドキャストを聞いてくれた皆さん愛してます。